D・トーマスは、アメリカ合衆国イリノイ州ピオリア出身の元プロ、野球選手、野球指導者、GM、右投左打。アメリカ合衆国イリノイ州ピオリアで生まれ、セントルイスのボーモント高等学校を卒業する。ニューヨークヤンキースのスカウトであるルー・マグオーロの勧誘を受けて、1954年からヤンキース傘下のマイナーリーグでプレー。マイナーリーグでは好成績を上げるが、ヤンキースの強力な野手陣になかなか割り込むことができなかった。1961年に初めてメジャーに昇格するが、わずか2試合出場したところで、同年5月8日にロサンゼルスエンゼルスへトレードされる。エンゼルスでは一躍外野手のレギュラーの座をつかみ、打率285、24本塁打の好成績を挙げた。9月5日のカンザスシティアスレチックスとのダブルヘッダーでは、11打席9安打の固め打ちで、特に第2試合では3本塁打8打点の猛打を披露。ダブルヘッダーで9安打を挙げた8選手の一人となった。翌1962年にはオールスターに初選出された。7月10日の第1試合では代打で登場するがボンフライに倒れ、7月30日の第2試合では終盤2イニングに左翼手として守備についたが打席には立たなかった。同年打率290、26本塁打。104打点のキャリアハイを記録した。1963年になると打率229本塁打と不振に陥り、1964年のシーズン途中でボストンレッドソックスへトレードされる。レッドソックスでは1964年は主に右翼手、1965年は一塁手を務め、1965年は打率271、22本塁打、75打点と調子を取り戻している。1966年以降はアトランタブレーブス、シカゴカブス、ヒューストンアストロズとナショナルリーグでプレーするが年々成績を落とした。1969年に南海ホークスに入団。開幕戦に3番一塁手として出場し、早速1号本塁打を放つと4試合で16、打数10安打。打率625の固め打ちを見せる。しかし、好調は長続きせず、終盤は若手の高橋宏に定位置を譲り、シーズンでは打率263、12本塁打の平凡な成績に終わる。チームの若返り策もあり、1年で退団、帰国した。1970年は、セントルイスカージナルス傘下のAAA級タルサ、オイラーズでプレーし、135試合に出場して打率268、8本塁打、66打点、2盗塁を記録した。この年が現役最後のシーズンとなった。引退後はカージナルスでコーチ、傘下のマイナーで監督を務めた。だが、トーマス本人は現役時代からゆくゆくは球団フロントの仕事に就きたいと考えており、その希望は1976年にカージナルスの販売推進部へ配属されて叶うこととなった。その後、遠征管理部を経て1981年には編成部長に就任し、1988年まで務めた。在任中、カージナルスは8年間で3度ワールドシリーズに進出しているが、トーマスはオジー・スミスをトレードにより獲得するなど、戦力補強の面で貢献した。1988年6月より、フィラデルフィア・フィリーズの GM に就任し、チームがワールドシリーズに進出した1993年には、最優秀エグゼクティブ賞を受賞している。1997年12月にフィリーズを退団してからは、レッドソックスの GM 補佐、アストロズとミルウォーキー・ブルワーズのプロスカウト、ボルチモア・オリオールズの球団特別補佐兼副社長を歴任した。ありがとうございます。